川君はやっぱりルリの本丸の堀川君だったんだ。あいつやりやがった。お返しから自分の刀とマスター金取ってる。今の堀川さん大切にしなきゃいけないの。全然違うよ。それじゃないよ。誰？堀川さんの大事なもの。私の分までいっぱい愛してあげて。長銀には念押ししてもらうように言っとこ。万が一また悪くなったら再入所できるように体制も整えよう。はい、では今日はここまで。お茶しよう。ごめんね、みだれくん。これから辰巳先生とパパの宿題切りくんと会う予定になってるの。僕以外にも宿題切りミスタダがいるの？いますよ。お茶はみだれ、今日はこの後歯医者じゃなかった。あ、やだ。やだじゃないよね。やだ、歯医者。そろそろ治さないとやばいって言ってたの誰だっけ。歯医者嫌い、歯医者やだ、歯医者、歯医者、やだ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 。ちょっと待ってってば。これ、どうします？せっかくなので、3人で食べましょうか。ですね。やだ、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 歯医者、やだ。ルリの本丸の堀川が緊急脱出できた。え？俺らが動く。お前は辰巳のところに行け。分かった。何があったの？ミダレ、まず深呼吸して。よし、落ち着いて聞いてね。ルリの本丸が襲撃されてる。大丈夫？うん。俺は辰巳さんのとこ行く。乱れはどうする？何したらいい？乱れはどうされたかった？よし、食だけに緊急一時保護になるから部屋の準備お願い。分かった、一国には僕が伝えておく。頼む。みだれ、行くよ。はなちゃん、怪我はないよ。今転移の関係で深く眠ってるだけ。今小児科病棟で保護してもらってるからね。ありがとうございます。はなさん、ごめんなさい。私が時間を気をつけてればこんなことならなかったのに、ごめんなさい。謝らないでください。私がきっかけでこんなことに。辰巳先生、今はやめよう。堀川さん、花ちゃん大丈夫だったよ。だからちょっと休もう。堀川さんも寝てないし疲れてるでしょ。堀川、大丈夫。ひとまず部屋移して寝かそっか。うん。あのね、子供のことなんだけど、あの子もともと霊力がない子だったの。それってつまり？多分今回の一件で霊力開花したんだと思う。しかもかなり高い。じゃあ伊吹入所かな。ルリの本丸のサニワさんも後天的に開花した人だったからね。特性かも。子は親に似るってことね。あ、堀川さん
起きた。堀川、体調大丈夫？頭痛とか？大丈夫です。ここは？白雪だよ。堀川、正直に言うね。間に合わなかった。瑠璃の本丸に残されたものは助からなかった。そうですか。そうですか。兄弟は。さんは元気だよ。起きてしっかりミルクも飲んでるって辰巳さんから連絡もらってる。堀川もさ、今日一日様子見て何もなければ面会できるよ。そうですか。ねえ堀川、ここでしっかりゆっくり休もう。これからのことはその後考えよう。よく寝てるね。はい。かわいい。はるじさん、お見送りできてよかったね。はい。でも寂しくなっちゃったね。誰も見てないよ。生きるのを助けてやれって兄弟が。主さんは私の代わりに撫でて、私の代わりに抱きしめて、私の代わりに愛してって、主さんは主さんが堀川、花の受け入れ先なんだけど、やっぱり伊吹に決まったよ。普通の生活じゃリスクが高すぎるからって。そうですか。ねえ堀川はさ、この先どうやって生きていきたい？花さんのそばにいたいです。うん。いぶきに一緒に行く？はい。いぶきの職員になるんじゃなくって花の付き添いって感じの方がいいかな。できますか？うん、できるよ。じゃあそれで申請しとくね。よろしくお願いします。うん、分かった。写真撮ってるの？今日新しい子が来るんだよ。そうだった、ね、花、あ、お前宿題終わったのか？あ、見つかっちゃったね。なんでカメラ持ってんだ？終わってないけど。終わってない。逃げちゃダメ。俺か、お前がいながら何やってんだ。逃げるな。逃げる、逃げるんか。
はい、はい、宿題はまだまだ。でお前はいつやるんだ。後で。後で自信たっぷりに言うな。さっきやれって言っただろ。後でするもん。お前なあ、俺は来年でいないんだぞ。今17だからな。自分でしっかりできるようにならないと。分かってるけど。分かってるならよし。後で絶対やるか。やる。堀川聞いたな。聞いたよ。お前神様との約束絶対だからな。破るなよ。堀川、お菓子3回分で手を打ちませんか。ダメに決まってんだろうが。あ、いたいた。あきらくん、はなちゃん、何してるの。新しい子来たわよ。やったー。行こう。行く。さん、気づきに行っても、僕、一週間、一回は会えてね。それは、ね、みどりちゃんだ。いたいた。久しぶり、花ちゃん。久しぶり、みどりちゃん。大きくなったね。乗りました。はじめまして、こんにちは。あなたが新しく来た子ね。私は弥生。弥生先生って呼んで。よろしくお願いします。あのね、私花っていうの。あなたのお名前は。どうだっていいじゃない。どうでもよくないよ。私あなたのお名前知りたいもん。私は誰とも仲良くする気なんてないの。ほっといて。私あなたと仲良くしたいよ。だっておかしいじゃない。花って言ってるの。あなたそれ本当の名前じゃないんでしょ。本当の名前で呼んでくれる人なんていないんじゃない。こんなところでソニオにするためだけに育てられて生かされて。あなたかわいそう。本当にかわいそう。ああ、俺がお前の部屋案内するよ。みどり連れてっていいか。お願い。じゃあこっちだ。私の名前花だよね。あなたの本当の名前は花じゃないんだ。僕はつくも神だから、あなたの本当の名前を知ることができないんだ。じゃあ弥生先生を。弥生先生なら知ってる。ごめんなさい。私も知らないの。わからないの。じゃあ誰なら知ってる。あなたの本当の名前を知っているのはあなたのお母さんだけだよ。お母さんもういないよ。死んじゃってるよ。私堀川になら名前も顔だって知られてもいいんだよ。知りたくないの。なんで。僕は花さんが大事だから。花っていう名前が本当の名前じゃなくてもあなた自身が大丈夫から。僕はあなたとそばにいたいんだ。そばに。分かってくれる？ずっとそばにいてくれる？いるよ。だからあなたの本当の名前は呼べないけど、そばにいるから。だから泣かないで。何か。私に関わらないでちょうだい。知らない。
花突っ走りすぎだぞ。突っ走ってないもん。ここに来たってことはそれまでいろいろあったってことなんだ。順序ってものがあるんだ。分かってるよ。だって私だってそうだよ。でも私には堀川もいるし、明くんだって弥生先生だっていたよ。それにみられちゃんは辛い時や苦しい時は行ってもいいんだってそう言ってくれた。ともちゃんにだって必要だと思う。そうだな。よし、じゃあ来い。最後にやれるか。やれる。中途半端が一番傷つくぞ。分かってる。あいつがお前に苦しいってちゃんと伝えられるくらい仲良くなれるか。仲良くなるよ。よし、じゃあ俺との約束だな。うん。ともちゃん、おはよう。ともちゃんはご飯派？ご飯派？弥生先生、すいません。何？ここ住んで食器片付けるのお願いしていいですか？一緒に片付けてみたいね。お願いします。今度は椅子に入れましょう。どう開けてやるよ。お疲れ様。よく頑張ったね。じゃあまた来週。失礼します。はい、また来週よろしくね。ともちゃん、終わった？私引いてあげるね。触らないで。ねえ、もしかしてかわいそうだなって思ってる？こんな体で惨めだな。思ってないよ。どうだか。私のことは放っておいて。名前から進んでな。進んでますよ。じゃあ入った。最初ありがとう。カメラ頼まれたのなんて初めてよ。悪いな。やっぱさ、こう残しておきたいじゃない。そうだ、最初に撮らせてくれよ。いいよ、綺麗に撮ってよ。いくぜ。3、2、1。どう？上手じゃない。これからいろいろ撮れるといいね。ああ、ありがとな。最初また頑張って。ともちゃん、それ私の。お前、靴履いてる。ともちゃん、今のすっごい綺麗じゃなかった？私ね、今のすっごい自信なの。写真撮るの好きなんだ。アルバムもあるんだよ、見て。いい。ともちゃんは何が好き？私が何が好きかな。どうだっていいじゃん。心配じゃないの？心配だけど大丈夫だ。花は花なりにやってる。ちゃんとあいつも成長してんだぞ。少しは花のこと信じてやれよ。男ならドンと構えて待っとけよ。明君は本当にカネさんみたいにかっこいいね。だから俺はカネさんじゃないって。帰ってくれてありがとう。あのさ、今さ、僕との CT だけなんだけど、次から OT もしようって話が出てるんだ。必要ないわ。
OT するとね、生活がもっとしやすくなると思うの。必要ないって言ってるの。何？またさ、庭でもやらせる気？別にそんなこと言ってないよ、僕。どうだか。僕は、さ庭をやりたくないっていう人に、やれっていうふうには言わない。もうさ、ちょっと気持ち書き出してみよう。ね？マインドマップっていうのがあるんだ。じゃあさ、最初は、サニワになったとき。かわり、違った。サニワになったとき。サニワやれって言われて、どう思った？別に何だっていいよ。嫌だったわよ。嫌だった。それはどうして？お母さんと会えなくなるから。お母さんと一緒にいたかったんだね。お母さん、病気だったのよ。私は医者になってそれを治してあげたかったの。だから嫌だったの。本丸でもいっぱい勉強してたって聞いてたよ。すっごい頑張ってたらしいじゃん。そうは思わないよ、僕。頑張って一生懸命やったことは、もしも叶わなかったって、絶対に自分の栄養とか自分の成長にはつながってると思うんだ。知らないわ、そんなこと。じゃあさ、もう一個。本丸に来て1年経ちました。どんな風に思って生活してた？そんなのどうだっていいじゃない。ほら、楽しかったとか嬉しかったなっていう思い出は心の支えになるよ。知らないわよ、そんなこと。なんかあるでしょ、ほら。こんなの一緒に食べて美味しかったとか。知ったような、知ったようなこと言わないで。あなたに何がわかるのよ。知らないの。思い出させて。楽しい。ねえ、どうなの？僕は幸せな時間っていうのは、そこにいられなくなっても心の成長とか心の糧とかにつながるって思ってるんだ。そんな綺麗事よく言えるわね。もう終わりにしましょう。ね、帰って。もう話すことなんて何もないから。はい、わかりました。じゃあ今日はここまで。でもまた3日後。
シーティの時間あるからね。磯村だろうよ。この後何するの？じゃあね。またね。いいですか。ちょっと行ってくる。向こう行こう。どうした？あのさ、その俺が言う。ハチスコさん。母を呼ぶのやないか。どうした今さら。外部の人の出入りを許すとこの本間の座標軸が敵にバレて奇襲をかけられる可能性があるだろう。それは危ない。だがな、主は1年間ずっと頑張ってきたんだ。それはそうだが、だがまだ幼いんだ。やってあげたい。でも毎年同じ日にやるっていうのは危ないんじゃないですか。それは俺たちもずっと思ってました。せめて日付をずらすとか。来たんだ、行こう。私がカジキ島を。石切り丸のカジキ島じゃなくて、お母さんにはちゃんとした医療が必要なんです。言われてしまったね。私は平気よ。それよりあなた無理してない？大丈夫よ。生理さんから徹夜しているぞ。お姉がね、ちょっとあなた、お母さんの健康よりあなた自身の健康をちゃんと考えるのよ。大丈夫だってば。私勉強得意だし。お母さんそれに言ったでしょ。力を持ってる人はその力をちゃんと使いなさいって。無茶しなさいって言ってるわけじゃないのよ。分かってるわ。安心してください。ちゃんと夜は寝てない時は昼にちゃんと時間を調整してるんで。ほら、もう大丈夫でしょ。どういうこと？どうしたの？足、大丈夫、うろたえないで。今の私の力じゃ結界は40が限界。とりあえず張るから。ナマズを骨ばみ、転送術具持ってきて。石切丸は第一部隊と外を、後藤は第二部隊と屋敷の中を。ジスカは政府に緊急の連絡を送って、それからここにいて。みんなお願い、行って。はい。それどうしたの？何があったの？多分ここに敵が来る場所がバレた。それって大丈夫なの？こういう時のために転送術具があるの。お母さんはそれで脱出して。
あなたは？私は。もみさん、大丈夫？急いで準備して。あなたもちゃんと雑誌できるのよね。戦争術が使えるのは人間が一人だけだもん。だからお母さんが使って使えるわけないじゃない。あなたも一緒にないわ。でもお母さんに何ができるっていうの。ここにいるみんなの士気が取れる。かよはれる。何もできないじゃない。あるじゃん、あるじゃん。もう見ていけないわ。私のことかわいそうって思ってるんでしょ。思ってないよ。思ってるじゃない。だからそんな風にやるんでしょ。違う、違うよ。どうだか。ともちゃん、どうしてそんなに悲しいことばかり言うの。悲しいことばっかり。だって悲しいことばかりしかないじゃない。今までの私の人生、何だったのかな。サニワになれって言われて、なりたくもないのにやらされて、襲撃されて。ねえ、サニワになるってどういうことかあなた知ってる？サニワになるってね、家族を失うってことなの。自分の夢も叶えられないの。私ね、お母さん病気だったのよ。お母さんの病気を治したくて医者になりたかったの。毎日何時間も何時間も勉強して、本丸でも勉強してたわ。
本丸から出られないってことだって分かりきってた。殉職率ってわかる？殉職って死ぬってこと。毎年多くの本丸が襲撃されて、サニワが死んで、体ずっとずたに切られて、刺されて。たとえ死ななくても私を見ればわかるでしょ。もう一生歩くことなんてできないの。サニワになるってね。何もかも失うってことなのよ。私は何も守れなかった。私にはもう何もないのよ。ももちゃん苦しかったんだね。つらかったよね。頑張ったんだって。なんであなたにそんなこと言われなきゃいけないの。ともちゃんが頑張ってきたことはともちゃんがいる限り消えないよ。一緒でしょ。一緒じゃないよ。私ともちゃんが一緒にいる、それだけで嬉しいよ。ともちゃん頑張ったんだね。元気そうで何よりだよ。あの時はお世話になりました。君が生きている、それだけで十分だ。はい。そうだ、今日はこれを君に渡しに来たんだ。それは？君のお母さんの持ち物の中から見つかったんだ。渡すのが遅れて申し訳なかった。そんなこともないです。ありがとうございます。用件はそれだけだ。楽しみにしてください。ももちゃん、花、弥生先生が呼んでるよ。
父ちゃんじゃあ、よろしく頼むね。はい。じゃあ、またね。失礼します。あ、分からない。先生は、用事終わったら何しよっか。みだれ、どうしよう。どうしたの？私は…局長が…歌手清光の遺品を回してほしいぞ。分かった。いつまでに持っていけばいい？今週の金曜日までには欲しいそうだ。ちょっと急ぎなんだが、頼めるか？用意しとくね。頼んだ。じゃあ。あ。ともちゃん、それ私がつけてあげる。お願いしてもいい？うん。私が生まれてすぐ襲撃にあって、お母さんは私を助けるために私を堀川に預けてくれた。お父さんもお母さんがサニワになる前に歴史修正主義者に殺されちゃって、私も力がこんなだし危ないからって伊吹に入所してるの。ごめんなさい、私、ひどいことばっかり言ってた。許しません。ともちゃんが言うたびに苦しくなる言葉はもう使っちゃダメだよ。花はどうしてそんなに強いの？花ちゃんは優しいだけなのです。私が優しいのはみんなが優しいからだよ。みんなが私のことを大切ってそう言ってくれるから、私もみんなが大切なの。気持ちはね、ちゃんと返ってくるんだよ。だからね、ともちゃん大好き。ねえ、見て見て、これ美味しそうでしょ。そうね。花、うん、これ、これを、誕生日もうすぐでしょ。いいの？ありがとう、大切にするね。アルバム作るのに使って。うん、可愛いと思うんだ。すごく嬉しい。どうぞ、時間だよ。堀川くん待ってるよ。はい。ともちゃん、行ってくるね。早く帰ってきてね。うん。適正基準を大幅に上回っていました。あなたは正式に琥珀の本丸のサニワに任命します。はい。本丸はどの屋敷にしますか？この中に資料があります。
この中から選んでください。あのずっと私を育ててくれた堀川を初期灯にしてもいいですか？彼をですか？彼は瑠璃のサニワの刀です。彼を選ぶにはそうですね、あなたの霊力を上書きしてください。わかりました。堀川、いい？はい。じゃあやるね。できた。では、彼を初期灯とします。はい。しばらくの間は私が1週間に1回の通信、そして1ヶ月に1回の訪問を行います。担当はしばらく私が続けますので、それでもいい？はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀川邦博。はい。少し席を外してもらえませんか？わかりました。彼女にこれから告知することがあります。はい。堀川、膝掛け持ってなかったらかけてあげて。わかった。では、これからあなたの本当の名前をお教えします。これからは、あなた自身で自分の名前を守ってくださいね。はい。よろしい。あなたの本当の名前は、本丸に移動するの。落ち着いたら遊びに来てね。無理よ。だって私の時がそうだったもん。私はね、誕生日に毎年1回だけなんだけど、お母さんが本丸に来てくれてたの。でもそれが原因で襲撃にあったの。だから花の本丸にはいけない。じゃあ文通をしよう。手紙を書くの。無理よ。どうして？サニワの仕事ってすごく忙しいのよ。たくさんの刀が来て、その子たちと一緒に過ごしたら私のことなんて忘れちゃうんだから。ともちゃん、私ともちゃんのこと忘れたりしないよ。ともちゃんのこと大切だもん。行かないで。私行くよ。お世話になりました。アナ、あんまり堀川に迷惑かけんなよ。そんなことしないもん。着物の着方わかるか？バッチリ。ならよし。うん。またすぐに連絡するからね。はい、待ってます。うん。
本丸に着いたら結界を張るのよ。はい。ともはっていうの。ともちゃん、耳貸して。私の本当の名前はね、ひなげしなずなっていうの。ともちゃん、バイバイ、またね。花、またね。強い最近流行りの刀だぜ。ピンポン、やったね。ホリカワ、カネさん来てたのか。クイニロ、うん、よろしくね、カネさん。っていうか全然似てなくない、アキラくんに。そうかな、似てると思うけど。だって髪型も違うよ。うん、うん、あのね、僕たちここに来る前に政府の施設でお世話になってたんだ。なるほど、それで国広が主の職人になったってわけか。そう、でもまだまだ全然粘度は高くないんだけどね。まあそれはこれから鍛錬積んでいけばいいんだろ、俺らで、うん、よろしくな、主。よろしく、カネさん。よろしくね、カネさん。お、カネさん。何？手紙が届いたよ。本当？やった。アキラ君とももちゃんが。やった。
おい、あるじ、この前の報告書なんだが。あ、で、仕事しないで何やってんだ。ともちゃんとあきらくんから手紙が来たので、手紙の返事を書こうと思います。やることは後からやります。ダメだ、やることやってからにしろ。いいじゃん。よくねえよ。本当にダメ。ダメだ。ケチ。ケチじゃねえ。本当にカネさんはあきらくんみたいだね。俺はそのあきらってやつじゃねえよ。おー、綺麗な花だな。確か花ハマサジと言ったか。そうよ、これ見て見て、綺麗でしょ。あー、すごく可愛らしい花だな。これで完成。玄関に置こうかな、どこに置こうかな、どこがいいと思う、鳥が。そうだな、やっぱアルジさんが言うと玄関のお花がちょっとね、元気な。そうだな、どこがいいかもしれない。変えた方がいいかもしれない。アルジ、そうしよう。今日の出演についてなんだが、じゃあ何遊んでやるの。ちゃんとやることしました。通達されてねえんだけど。通達するまでが仕事だろ。でも午後まで仕事空いてるし、ちょっと通達遅れちゃったかもしれないけど、休みだって必要だよ。そうだな、主は通達までするべきだったな。だが泉の神よ、きちんと仕事は終わらせておるぞ。ちゃんと日課だってやったし、担当だってしたし、うん、警戒の確認だってしたし、うん、本丸の事務仕事まで全部やったよ。やるべき以上のことをやっとるな。さすがは主だ。うん。まあ、やることをやってたなら、あまり進まなかった。また午後からよろしく頼む。失礼する。カネさん、一緒にやらない。俺は今ちょっと忙しいから、また後で。カネさん、せっかくだから。ほら、カネさんだってまだお花見残ってるから、ちっちゃい花瓶用意するわ。俺カードやってたんだよ。まあまあ、センスというものがあるのではないか。歌読めるんだから。飯だ。さあ、前の主人に行くけど、花もできる。花もできる。できる。できる。大丈夫だって。本当にサニワにはならないのですか。はい、私はもう一度サニワになるより結界時装置をどうしても作りたいんです。研究開発は昔からされていますが、あなたを推薦するほどの理由が。これを。2005年から今までの全ての本丸のデータをまとめてあります。3年間でこの量をあなたが。2年半です。もう半年あればあと2本は書き上げられた。わかりました。この論文はあなた名義で提出しておきます。すぐに返事が来るでしょう。荷物をまとめておいてください。はい。論文なんだけど、結界のなんか回路術式、うん、なんかそういうの。難しいことしてるね。私はもう全然わからない。そのうちわかればいいよ。ともちゃんすごいな、こんなに勉強して。そうだね。紅玉さん、あの、僕が何を言いたいか分かってますか。何？怒ってますよ。なんで？もう全然寝てないじゃん。寝てるわよ。睡眠薬でも欲しいんですか。ちゃんと寝てるわ。昨日何時間、何時間寝た？8時間。嘘だ！ダウト！
目の下のクマが見える。見えないでしょ、コンシーラー。そんな遅くまで起きて何やってんの。どうせ研究ばっかでしょ、すればっかり。もんじゃない、真面目な話するけどさ、霊力怪物探したんでしょ。なんでそれ。ランボから連絡回ってきたときすぐに分かったよ。命の危険性がある中でそこから生き延びることができた人、その人には結界を張る力が、なんていうんだ、発現する、だったっけ。そうよ、よく見つけたね、そんなの。私がやってる研究なんて他の人がやってることのどうしようよ。でもその一つ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 の積み重ねがすっごく大切なんだよ。でもね、何の影響も受けてない原初の霊力回路図なんて生きてるうちに見つけられる気がしないのよ。確かにそうなんだよね。ラボから回ってきた時すごいなって思ったけど、だって医術にしてもその他のこうなんていうんだろ、脱出転送術とかそういうの何かしらみんな受けてるからさ、もう気がめいちゃう。ずっとこんなことばっかりでぐーるぐーる考えてるでしょ。それは仕事だから。最近ラボから出てないでしょ。ほら、図星。あのね、おいでもらったからさ、白雪に遊びに来ませんか。まあ、たまにはいいわよ。決まり。じゃあ、行こう行こう。あ、ねえねえ、押すからさ、これ持ってよ。えい。ロックロック両端。いやー、もうちょっとゆっくりしちゃった。あのさ、コテリーさんのチョコレートまた箱増えてたんだよ。何にしたらいいの。ねえ、さ、よく怒らない。え、何、食材切りさん、何が起こってるの。ちょっと離れて。
乱れてもしろ。今度は守れたな。よくやった。お前、何かいないか。担架を運んできてくれ。会場の方したいなぁ。こと、鼻切ってもらってもいい？おう、分かったぜ、大将。鼻？解体したい。いや、ダメだろ。ダメだ。マミニ、何言ってんだよ。前、大将が論文持ってたからそれ見せてもらえよ。いや、実際に解体したい。マミニ。やめて。言ってみるのか。いや、ダメだ、ね。やめといた。解体はしちゃダメだよ。後で花の論文持ってくから待ってて。本当？うん、花の論文の人、うん、花を作った人なんだけどね、うん、昔あったルリの本丸でサニワをやってたんだって、うん、まあ今すごい人なんだ。医学方面でとっても有名なんだよ。へえ、主は勉強熱心だな。ありがとう。また来てくれ。お母さん早くなったの？そうだね、うん。誰だ？お母さん？僕、白雪の新鋭士している乱れ藤四郎です。何かご用ですか？来ました。どうぞ。この花を受け取ってください。よろしくお願いします。
入るよ。失礼する。大丈夫か？サネバに聞いた。蜂っすか？あのね、結界維持装置の霊力回路図、そのサンプルになったルリの主の死んだ赤ちゃん、友達だったの。私のじゃない、私のじゃないんだけど、私が殺したの。違う。ねえ、結界維持装置ってそんなに、そんなに必要なもの？私がやらなきゃ。一緒についてきてくれる？ああ、行こう。みだれくん、ここは僕に任せてもう休んだ方がいいよ。起きるまで待ってる。そんなこと言ったって、あと少し出血がひどかったら折れていたんだよ。折れないもん。どうして？どこ？ここ。紅玉さん、目覚めてよかった。大丈夫？何があったの？何があったって。覚えてないのかい？覚え。あれは夢よ。全部夢なのよ。じゃなきゃ、なんであの子が。いやいや、私は信じない。信じたくなんかないわ。何見たの？言えない。みだれくん、僕は鳥居先生を呼んでくる。お願い。何見た？言えないよ。女の、ねえ、みだれ、何？結界維持装置って必要？本当に必要なもの？大切な人より大事なものだなんて、私には。大事なのは歴史を守ることだと思う。私たちが生きてきた今までのすべて、全部消えちゃうのよ。それでも消えない。全部は消えない。見たんだよね、そこに僕たちがいなかったんだね。歴史は変えちゃいけない。
今ここが過去なら、過去は変えちゃいけない。死亡した若者の霊力回路図が使用されていたということです。どういうことですか？瑠璃の主は死んだ我が子を解剖し、霊力回路図を読み取り、恒常的に使用可能な結界維持装置を発明します。これがこの先にある未来です。守らなければならない歴史なのです。特例任務が発令されました。20年前のルリの本丸に、そう、20年前のルリの本丸に行き、主を助けるというものです。できません。これは皇玉の主からの申し出です。この特例任務は琥珀の主に任せます。あなたが伝えてきなさい。守らなきゃいけないことなのか。
洗濯も含めた全て、今まで生きてきた人の全てを守るのが私の役目よ。なんでだよ、お前が、お前が一番あなたのところに行きたがってたじゃねえかよ。なんでお前が一番頑張ってただろう。そうだ、そうだよ、私だ。でもこれを逃せばもうチャンスはないの。たくさんの人が死んで、たくさんの本丸が滅び、私は許せない。私はサニワよ、紅玉のサニワなの。歴史を守るのが私の役目よ。全部なかったことになるんだろう。消えないよ。だって今まで生きてきた私たちの全部がこの先の未来につながるんだからね。なんで俺なんだ。規定違反だ。俺もなら山伏がいい。山伏を呼んでくれ。分かった。はい、どうぞ。失礼する。あきらくん、よ、久しぶりだな。本当に久しぶり。でかくなっただけだろ。ちゃんとサニワとして成長してます。そうだよ、花さんすごいんだよ。本当か、本丸のことちゃんとできてんのか。うん、やっぱりカネさんみたいなこと言うね。だから俺はカネさんじゃねえっての。あ、こんにちは。マネな、山伏は声が出ねえんだ。そうなんだ。今日はどうしたの。まあ、上がってってよ。ここは寒いし。うん。堀川は、あそこのお部屋に、
新しいお茶と、それから美味しいお菓子、ちょっと準備してもらってもいい？分かった、用意してくるね。お願いします。花は、この屋敷に決めたのな。うん、そうなの。父ちゃんがちゃんと、いつでも遊びに来れるように。ちゃんと、そこ、手すりもつけたし、マリアフリーのスロープだってつけたし、いろいろ改造したんだ。久々に会いたいな、ともちゃん。あきらくんもここに来るの初めてだよね。いろいろ見てって。ともちゃんって最近会ってる？仕事でたまにはな。あ、そうなんだ。元気してる？元気にしてるよ。それなら安心した。ゆっくりともちゃんの話も聞かせて。どうぞ。それで今日はどうしたの？花の方なら本当に広くて綺麗だな。最近じゃこっちの施設の方でも花の方までが有名だぞ。手紙も最近送ってくれるけど、毎回しおり送られてもな、俺あんまり本読まないんだよな。あきらくん、今日何か用があって来たんだよね。どうしたの？本丸の監査とか？私、何か提出物忘れてたとか？そう、特務部官。私は琥珀の本丸のさにわです。何か要件がありますか？先日、施設が襲撃をされて。それって大丈夫なの？あきらくん怪我してないの？たまちゃんは？他のみんなは？先生は？大丈夫だ。よかった。そこで攻撃の主が、ユチムの能力が開花した。攻撃の主が見た未来は、結界維持装置が発明されている未来だった。その装置なんだが、襲撃をされて滅んだ瑠璃の本丸の そこで死んだ赤子の霊力回路図を使ったものだ。瑠璃の主はその後我が子を解剖して霊力回路図を解析し、それにより誰でも使えて、この場所に本丸を築いても安全な結界維持装置を発明した。そのことを受け、政府は20年前に生き、瑠璃の
主を助けるという匿名任務を発令した。その命を受けるのが琥珀のサニワである。あなたは見てるだけでいいの。
どうする？主よ。何？三日月。辛くはないか。辛いよ。だけど私がそう言ったら堀川はもっと辛いでしょ。主は強いな。なあ主、知っておるか、薄物探しの術というのか。それって何？立ち分かれ、稲葉の山の峰に覆う松と四季花が今帰り込む。聞いたことある。それって古今集だよね。さすがだな、古今の。その術はな、なくしたものを一つ、術者の命を対価に取り戻すことができる術だ。古い呪いともいう。その術を使えば、もしかしたら、いや、もしかしたらこの消えゆく本丸の、消えゆく堀川の存在を取り戻すことができる。で、どうやってやるの？ただし、一つの術に対して対価も一つ、術者の命。主は堀川に命を捧げることができるか。堀川がそれで生き残ってくれるなら、蘇ることができる、戻すことができるのは存在だけだ。記憶までは戻らない。記憶。もう一ついいことを教えてやろう。主はその花が好きだったな。花浜さじ。花言葉は知っておるか？記憶。ああ、言葉には力がある。言霊という言葉、記憶という言葉。その花に主の記憶を託し、封じ込めることができれば堀川に記憶を戻すことができるやもしれん。だがこの本丸が消えるとき、その花もまた消えてしまう。なあ、主、俺の頼みを一つ聞いてはくれぬか。何？どうせこの命、俺の命も消えゆく命だ。最後ぐらい自分の好きに使いたい。この三日月宗近の命、それを対価に、あの花を、あの花の存在を残してもよいだろうか。三日月はそれでいいの？ああ、主のもとに献言し、この本丸で楽しい日々を過ごした。それがやはり全てなくなってしまうというのは寂しい。そして堀川がそれを忘れてしまうというのもやはり寂しいものだ。賭けに乗ってはみらぬか。ありがとう。私やりたい。
やろう。カネさん、そこにいるんでしょ。あなたから堀川にお守りを渡してほしいの。その役目、俺でいいのか。私でも、三日月でも、きっと受け取ってもらえないから。そうだな、主の願いだ。任された。頼むぞ。おう、俺に任せとけ。ありがとう。頼もしいな。いってらっしゃい。今日の無事はいつもでいいから、作席には気をつけてね。はい。今までありがとう、鳥川。こちらこそ、楽しい日々をありがとうございました。今のあれに俺がついてる。最後のゲームだ。頼んだぜ、相棒。カネさん、行ってきます。お、行ってこい。それでは行ってまいります。
ねえ、わがまま言ってもいい？ああ。みんなともっと一緒にいたかったな。ああ。また三人で遊びたかったな。国広、お前は生きろ。大丈夫？堀川、しっかりして。すぐに堀川降りてます。大丈夫？
地図がどうこうって言ってたけど、あれどういうこと？迷子になっちゃダメだから作った。作ったの？作っていいって言われてたっけ？落とさないように。あ、なんかに入れたの？うん、そういうこと言ってるんじゃないってわかるよね。くれたからお茶にしない？いいですね。じゃあ行こっか。あ、カシューさんはどこに行ってたんですか？俺内緒。人の努力を笑ったこと、自分は努力しなかったこと、大切な時手を抜いたこと、最後の最後で諦めたこと、弱ってる時無理をしたこと、強がりを偉いと勘違いしたこと、人の弱さを受け入れなかったこと、自分と同じだと思ったこと、泣きたい時に我慢したこと、自分の心をいじめたこと、身近な人を悲しませたこと、人を傷つけたこと、愛されてる。
ずつ生きていこう。大人になったとしても